はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、以前僕が紹介したとあるコーヒーアイテムの新型が出たということで買ってみました。開けていきたいと思います。はい、それはこちら、エアロプレスの新型、エアロプレス5ですね。まあ、このチャンネルでエアロプレスっていうと、以前紹介したこの基本のやつ、有名どころだと小川コーヒーさんとかでも使われている、非常に、お手軽に短時間で、そして美味しくコーヒーをやれば3拍子揃った、めちゃめちゃねいい器具として紹介したこいつが上がってくると思うんですけれども、要はね、これの、トラベルバージョンですね。まあ、そもそもこのエアロプレスっていう器具自体も元から軽く洗いやすく美味しいコーヒーが入り、そして軽量で持ち運びしやすいっていう、非常に出張とかアウトドアに適した器具ではあるんですけれども、それをさらに特化させたのが今回のエアロプレス5、まあ5っていうくらいですからね。まあ、僕としてもこの間からアウトドアの器具いっぱい買ってるんで、さらにここへ彩りを加えてくれるんじゃないかと期待しております。とりあえず開けていきたいと思います。これは一体何がどうなってるんだ。ちょっと掴めばいいかな。よいしょ。よ。お、取れた。これが本体でいいのかな。そして、あ、下の方に、専用のフィルターが入ってました。はい、これが内容物ですね。あとはこの多言語の説明書が入ってましたが、まあエアロプレスだからね、言うて一応やり方は分かってるから、とりあえずまあ軽くでいいかな。デリシャスコーヒー、エニウェア、ワーク、トラベル、アウトドアス。3 easy steps to delicious coffee、 粉とお湯を入れて、混ぜてプレスするだけと。まあやることとしてはこれと変わりませんね。注射器のように押し出すだけという、非常に面白く手軽な器具でございますが、まあ、とりあえずね、こっち開けていきたいと思います。えらい可愛い感じのフォルムですけれども、これ何がどうなってんだ。これ取ればいいのか。よ、お、あ、なんか出てきた。これは何ぞや。あ、わかった、これだ。このペーパーフィルターをこれに入れて、あ、たくさんじゃなくてこれ、必要分だけ持ち運べるんだ。多分朝的に5枚から10枚くらいだと思うけど、まあ十分だよね。確かに僕普段はエアロプレスのフィルターって専用のケースに入れていて、さすがにこれを持っていくわけにいかないから、まあ持っていくときはなんかのフィルターケースに挟もうかなって思ったんですけれども、こういう専用のものがあるとまあ安心できますよね。おおおおお、いいね。ちょっとすでにグッと掴まれてるけど。これなかなかいいな。そしてこれが本体かな。あ、こうか。え、ちっちゃ。え、ちっちゃ。なにこれ。あ、でもそんなに高さ言うて変わらないのか。でもね、すっごい、なんだろう、小ぶりな感じするよ。これはもうプレス部分がはまってるのかな。これ押し出せばいいのか。おお、出てきた。はい、こんな感じで、この中にパドルっぽいのと、スプーンが入ってましたね。これで全部かな。はい、これで全部です。うん、あ、やっぱりこうやって並べてだいぶちっちゃいですね。だいたい容量としては7、8割くらいって聞いてるんですけれども、普段僕このエアロプレスで 14g 使って180お湯を注いでプレスしています。で、だいたい150くらい抽出できるかな。だから多分120くらいの抽出ってイメージなのかな。うん、あ、でも結構ね、ハマりがいいよ。滑らかというか、うん、押しやすい。僕がいつも使ってるやつって結構硬くて押すのに力がいるんですよね。よいしょ、うん、結構硬い。でも多分こっちであれば片手でも軽く押せるかな。もちろんお湯とか粉が入れば違うんだろうけれども、結構扱いやすそうではありますね。はい、じゃあまあとりあえずイメージとしては、まずこのフィルターキャップにフィルターをしっかりセットします。そしてこのプランジャーに同じくセット。そしたらこのケース兼マグカップの上にチャンバーを乗せて、コーヒーの粉とお湯を注ぎ、このパドルで攪拌をする。でもこれが終わったら、あとはプランジャーで押し下げてプレスをするだけと。うん、簡単ですね。でもこれだけの機能がこれにまとまるって、改めてすごいね。いや、知ってはいたんですけれども、実際目の当たりにするといいな。すっごく持ち運びやすそう。だって正直言ってしまえば、こういう割れないドリッパーとかサーバーとか買ってきてめっちゃ楽しみにしているんだけれども、こういうのいらないってことだもんね。一つこれがあれば、あとはまあドリップポットもいらないよね。普通にお湯を注げればいいから、お湯を沸かす設備とミルがあればいいのか。コーヒー豆、コーヒーミル、ちっちゃいガスバーナーに、それからエアロプレス、まあこんだけあれば十分ですよね。
あとはまあちっちゃい鍋くらいか。え、めっちゃ楽じゃね。あれ、最初のキャップコーヒーこれでもいいんじゃないかなって思うくらい持ち運びしやすそうなんですけれども、じゃあまあとりあえず、今日これでコーヒー入れてみますか。あ、そういえばこれがあったの、これ使えばよかった。これも入ってますね。はい、そしたらじゃあ早速やっていきましょう。とりあえずこいつを外して、ここからフィルターを1枚取ります。はい、で、すいません、本来であればここでお湯を注いでプレスして終わりなんですけれども、いかんせん抽出液の色が見えないんで、今回に限ってはすいません、あのサーバーでやらせていただきます。はい、お湯の温度は耐熱温度的に88度にしました。まあ90度以上でもいけると思うんですけれども、とりあえずこれでいきます。で、攪拌、あ、やばい、取っ手と持ち手間違えた。いけるかで、混ぜて、よしオッケー。はい、そしてプレスします。よし、オッケー。うん、だいぶ明るい色になりましたね。で、あんまり最後まで無理やり押し切ってしまうと渋みとかえぐみも出てしまうので、このくらいで抑えます。よし、 OK。 でちょっとインバート方式もやってみましょうか。はい、それではいきます。正直僕はね、エアロプレスはインバート方式の方が好きです。今度はパドル間違えないように。こっちが取って、こっちが混ぜる方です。いきます。僕はインバートでやるときはだいたい半分の量を入れて混ぜて、これまたさらに半分注ぎます。よし、 OK。 で蓋をしてサクッと速やかに落とします。インバートの方はやっぱ比較的濃いしっかりとしたコーヒーが飲めますね。うん、やっぱりさっきより色が濃い。はい、 OK です。はい、一応色見比べて若干違い分かりますかね。やっぱ最初の方が薄いんですよね。インバートの方が濃い。だからしっかりとした濃いめのコーヒーが好きな方はインバート、軽やかなコーヒーが好きな方は普通のエアロプレスでやったらいいと思います。あ、ちょびっとにしとこうか。ちょっと味を見てみます。うん、いい香り。うんあ、だいぶ軽いね。だけどしっかり味は出ていて、うん、あー、そう、エアロプレスってこれなのよ。そう、最初に僕がエアロプレスこれを買った時にやった味これだわ。短時間抽出ですごく軽やかなんだけれども、しっかりコクは出ていて、柔らかいコーヒーすごく飲みやすい。うん、軽いのに薄くないんすよ。あ、これはうまい。あ、しっかりね、このエアロプレスと普通に同じ抽出できてますね。じゃあインバートの方も、
うん、やっぱり濃いね。全然違う。やっぱり一つの同じ器具でもね、入れ方で全然顔の違うコーヒーを入れることができるから、本当エアロプレスって面白いですよね。圧倒的にこっちの方がしっかりしてる。普段飲みすることを考えて個人的な好みで言うならやっぱりインバードの方が好きだけど、さっきの軽いやつもたまに飲むっていう意味でなんかこう、こういうコーヒーもありやなっていう感動をね与えてくれるコーヒーだから、あのどっちもすごくいいと思います。これからこっちかな俺。あのこれあるけどね、まあ容量的に全然十分だし、そりゃねコンパクトの方がいいかなって。全然うちでも使える部類だからさ、アウトドアにも持っていけるし、とりあえずこれがレギュラー化かな。いやすごくね小ぶりで可愛くて、結構このプランジャーの滑りもいいし押しやすいんですよね。でこのパーツ一つ一つの出っ張りを見ても圧倒的にこっちの方が、場所取らないから、キッチンとかにもやっぱスマートに置いておけるよね。僕ん家のキッチンにはあのちょっとしばらくこれ置こうと思います。あの君あの今まで、ね、助けられてきたけど、あのありがとう。とりあえず飾っとくわ。うん、しばらくこれを使おうと思います。全くこれと同じことができるから、インバート方式もお湯漏れずにできたし、耐熱耐久の面でも全く問題ないと思いますんで、皆さんよろしければエアロプレス考えている方、あのこっちがおすすめです。アウトドアにも持っていけるし、もしよろしければあの検討してみてください。非常に美味しいコーヒーが入ります。いや買ってよかった。はい、というわけで、今日のカズマックスの、コーヒーワールド、新しいエアロプレス、エアロプレス GO のご紹介でございました。ここ1年くらい出たばかりのね、機種ですけれども非常にいいと思いますので、ぜひぜひ。はい、というわけで、また次回お会いしましょう。じゃあね。